おはんでございます。佐渡伊藤酒店晩酌一期一会、11月7日火曜日です、火曜日、はい、夜9時半を回ったとこかい、明日は、ちょっと接骨院へ行って腰電気かけていろいろ先生の話を聞いて、気持ちだけでもようなったようなそんな感じで帰ってこようかな、来てえなと思っております。いや気持ちだけじゃなちかんのんだけもの、まあ、その先生は言うには、まあ、太るなと、あんまり食うなと、激しい運動をすっていうよりももう年なんだから、当然激しい運動なんかできんだけど、年なんだから、まあ、ゆっくり動いて、まあ、軽い運動というか散歩ぐらいにしときましょうという、そういう話をいつも耳にタコができて、もうゴンにいくらね、なんだわからんぐらいな、耳がカチカチになるぐらいによう聞かされとるわけです。まあ酒のことに関してはあまり何も言われんのんだけど、まあ自分で、戒めというか、長く美味しい酒を長く楽しく長くか飲み続けるためにも、週に2日の休肝日、はい、残り5日の熱燗日、まあ燗酒でという意味 で酒は一晩2合まで、まあこの2合っつうのもまあいろいろ日本酒の場合一般的にテレビで言うような感じの量だとテレビではよう言われるのは1合ぐらいだということか、まあ1合で。うちにおるときは1合ぐらいしか飲まんのんだけど、どうしても外出たりここでまあ飲み会やったりするとやっぱ3合ぐらいは飲むかなと。外では実際どうだろう、正味3合は飲まんと思うんだけど2合ぐらいだねえかなと思うけど、ここで飲み会やったり自分ら、飲み会になるとやっぱりどうしても弾んでしもうて3合ぐらいはいっとんだねえかなと思っております。ただまあコップでいつもあのこんないいコップは使えんのんだけども、まあ普通の清酒グラスをいつも飲み会では使っております。まあ酒の中身というか中の色とかそのいろんなもんがパッと見て一発で飲む人も分かるし周りの人も分かるっていうような感じで、何飲んどるか、まあ、濁り酒だったら白いなっとるし熟成酒だったらかなり黄色になっとったりとか、熟成してね生酒であってもまあ酒っちゃ本来色はついとるもんで、はい、色はねえっていうことはその色を取ってしまうとるんだろうとちょっと残念なそんな感じがしますけども、はい。でまあ今日はどこ行った、の冷やおろしと生、同じ出来の酒、同じなんつか規格の酒だと思うんですけども、アルコール度数 18.5 度、18.5 度にして、まあ日本酒度はその年によっていろいろ変わるわけですけど微妙に変わるわけですけども、日本酒度プラス20を超えた時にこういうの商品になるということで、こっちはまあ一回火入れをして、これ秋に出すんだかな、秋から冬ぐらいに出す酒で、こっちは丸々の生です。でこ、で、まあ、粘度がまあちょっとさすがに何やっとんだと思うかもしれませんが、これが 29BY ということで20ピント合うかな、29、平成の29年度のやつです。こっちが、平成30年、ピント合わんかなこれ30年の生と29年の冷やおろし、これを、まあ、同じぐらい混ぜてさらに水で割ったと、1割ぐらいのまあ大雑把にこんな感じのパン作る時の水測るようなそのカップで適当にやっとんですけども、大雑把に大体1割ぐらい
水を足して飲む。これがまた新しい発見で、ちょうどいいぐらいになるんですわ。このなんちゅうか、さっきは冷やおろしだけを水で割って飲んどったんだけど、それにプラスこの生酒を入れて水で割って、1割ぐらいの水を足して割って、まあ、かなりいい加減だけど、割って飲んでみと、飲んだ、関して飲んどりますが、まあ、45度から50度ぐらいだかな、今。かなりちょっと熱めに上がってきておりますが、まあ、缶するとまたちょっと色が、急に色がつくっていう、そういう不思議な変化も起こります。ほんで、やっぱ生酒が混じるとちょっとこのほわっとまろやかになるというか、日本酒度がプラス20あっても何ちかな、甘みを感じるというか、まあ水で割っとる部分もあるんでしょうが、ただのもうキレッキレのカレーのとちょっと違うて、これはいいな、今度の飲み会でこれ出そうかと思っております。冷やおろしと生、佐渡の酒はそうするとどうなるんだろう。今度18日に、熱燗小僧の会、久々にこの店で開く、やるわけなんですけども、冷やおろしっていうシナモン自体が佐渡ではあんまり出てねえわけでさ、そうだな、小畑酒造さんぐらいなんだねえかなと思いますが、あとはまあ冷やおろしっていうそのまああんまりその習慣も、秋の酒っていうことで冷やおろしを楽しむっていう習慣も佐渡には、ねえんだかなと、そんな気がしておりますが、まあそれがいいか悪いか分かりませんけども、そんな中で、これ、まあ、粘度は何粘度になるか、できるだけ古いのを出してきて29とか30ぐらいの生と、生詰め、冷やおろしとこの生を出して佐渡の酒に対する、旅の酒、奈良、福岡、この辺り、あと福井か、この辺りの冷やおろし、あとはとにかく、ここの土蔵、奥の土蔵に寝かせてある古い酒があるんで、それを出す方が楽しいかなと。あともう一つはその前田さんからもらった酒、とてつもなく茶色い色になっとるやつなんですけど、耳かいな。おそのあたり、1,2,3,4,5,6種類ぐらいになるんだかな、をちゃんこと一緒に楽しんでみようっちゅう、そういう企画もんをやります。8月だね、11月の18日土曜日6時半からここでやります。まあ一応会費3,000円ちことで、言うておりますが、どれだけ、人が集まるかまだ今のところも分かりませんけども、来てくれた人にはそれなりに楽しんでいってもらいたいなと思っております。まあ酒の普段おそらく、いや絶対飲まんであろうという、そういう寝かせた冷やおろしっていうか、佐渡の酒にしても、まあ、佐渡新潟、あんまり寝かせるっていう習慣もねえみてえで、半年やそこら冷やおろしで寝かしたぐらいで味がどう変化するかっつうのがはっきり言って俺には分かりません。まだまだ2年3年5年って寝かして、やっと寝かす前の酒を頭で覚えておれば、5年ぐらい寝かして、そういえば5年前にこの酒もっとなんかこうキリキリしとったなとか、アルコールしとったなっていうのがこうかなりまろやかになってきとるなっていうのを感じることはできるんでしょうけども、その冷やおろし、秋になって冷やおろしを飲もうって、その酒だけを 単体でこう飲んで歌い文句としては、まあ、夏を越して、まろやかになった秋になって
秋になってまろやかになってきた酒を飲みましょうって言うんだけど、そのまろやかの程度っていうのは新酒の時に新酒の時を飲んでねんことには分からんわけですわ。だからまあいい加減っちゃいい加減なんだけども、そんな感じで、まあいろんな酒を11月18日には飲んでみようかなと、飲んでもらおうかなと考えております。器は、残念ながら無名湯焼きは使いません。飲む時にこのやっぱり下色とかそのグラスだとやっぱり、薄厚さこのコップの厚さが薄いもんで、そうなるとやっぱり結構シャープに感じられるんじゃねえかなと思います。味が分厚い、どうしても陶器になると味あの縁が分厚いになってしまう。そうなるとせっかくのキレのある酒もなんかデレッとなってしまうんじゃねえかなっていうこともあって、まあ、見た目つか外からの見方と、まあ、口触り舌触りでもねえけど、そのあたりを楽しんでもらうためにも縁の薄いグラス清酒グラスを使って飲んでもらう予定です。ということで、はい、18日、まあ試験でもらいたいなと、それだけお願いを取ります。ということで、今日は下準備としてマノズルの生から冷やおろし、もう5年ぐらい経っとるようなそんな酒を割り水してブレンドして飲んでみたというそんな話でした。以上、佐渡伊藤酒店終わります。晩酌一期一会でした。